チュー。ハロウィルトイです。オーライ、元気はまだ残ってるかい。後ろの俺やつもよく見えてるか。オーライ、今日で10円ライブだけど最後の夜だぜ、騒ごうぜ。オーライ、それじゃあ最後のロックを振ります。バッツフィーリング。傷つく心に怯えない。
Thank you. もう体温まったか。それじゃあ、ものすごいホットなやつを一曲歌います。マリオネッツ。みんな暑いか、暑いね。後ろのやつもよく見えてるか。俺が18の時に東京に出てきて、今じゃこんな遠いなんてカッコつけたバンドやってるけど、俺がまだみんなの頃、みんなの年ぐらいだった頃に、東京に出てきて、その時学校辞めてまで一緒についてきちゃった子がいて、で、二人で1万5000円ぐらいのボロチアパートに暮らしてたんだけど、まあ見ての通り俺はバイトもろくに続かなくて、もうほとんど彼女に食わせてもらってて、もうまあ言ってしまえば、まあ紐みたいなもんだったんだけど、拍手するとこじゃないぜ。まあ今思えば、子供のままごとみたいなもんだったと思うんだけど、でもそれでも俺にとってはすげえ大事な生かしたままごとだったと思います。それで彼女のおかげで、ものすごい素敵なラブソングが一曲できました。だからこの曲はお父さんやお母さんの言うことをよく聞いてるようなやつじゃなくて、
多少頭のいかれた2発をだけで送ります。気持ち込めて歌おうぜ。クラウディハート。来てくれてるかわからないけど、俺たちの最後の夜が生まれてよかったと思ってます。俺たちがこの遠いというバンドを結成してから、誰にも邪魔されずにやり続けてきたことが一つだけあって、それは夢を見続けるっていうことで、だからお前らにもぜひとも夢を見てほしいと思ってる。 OK?夢を見てる奴らに送るぜ。送る